新年明けましておめでとうございます。どうもタクタクです。さあ今日ちょっとね、実家に帰ってきておりまして、ちょ親戚の子が横で見守る中、超重心祭30連勝負ということで、ちょっとこちらの説明をしなくてはなる前、ちょっと一回画面を切り替える。こちらですね、モンスト12月超重心祭30連対決、最下位は罰ゲームということで、まあ1位の人を当てたらみんなで10万円分のポイントを山分けできますよという企画ですね。こちらに参加しております。投票締め切りが、1月1日の23時59分ということで、投票数なんと1位は、あ、ゆきちゃんかお前だと思ったのかみたいなね。そう、まあ当たる人というか、誰が一番当たるのかなっていうのをね、こちら投票してください。さらにゲーミックスさんで課金するとね、ポイントが、還元されて通常よりお得に、ガチャが引けるということでございます。ぜひ、試してみてください。それでは、行きましょう。30連対決。これ大丈夫？回ってるよね？ OK、回ってる。行くぜ。もちろん、狙いは新キャラ、パンドラ。狙いたいと思います。さあ。まず10連目。今年、初、ガチャ、行きます！はあ、緊張する。これアクセス集中してて、今2時ですからね。やっと引ける。これどうなの？確定演出なし。ちょっ！ちょっって。頼むよ。あ、おまけの量がやべえ。え、嘘でしょ？止まろ。止まれば、あるいは。うわー。おー、重心、おー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 、重心玉と重心竜の量よ。すげえ。さすがお正月や。まあ、でも一発目爆死っていうね。これやばいなぁ。いきます！いやぁ、これ分けようかなぁ。30分ごとにしようか。いや、そんなバカな。続けていくか。お願い。確定！確定ない。え、これ超重心祭だよね。いや、出たよね。爆死はやめてくれ。お願いします！罰ゲームはもうやりたくないんだ。お、どうだ！あ！待った！痩せたー。同じ闇属性の親指姫だね。頼む！まだ、まだ、お！いや、これ来たんじゃない？マジで。いや、嬉しいけど！レンブラント嬉しいけど、違う！お前超重心キャラじゃない。まだわかんない、まだわかんない。止まれ！さあ、最後にかけるしかない。うわぁ、重心竜は嬉しいけどさ。まあまあまあ、星52体、星52体。もう次で全てをかけるわ。いくぞ。ちょっと、別に面白いことできないからいいわ。よし。一体でいい。パンドラ。パンドラ。パンドラ！あのぶっ壊れキャラを俺にくれ。頼む。止まれ止まれ止まれ！やばいやばいやばい！さあ、やべえ、これは！あ、新しく追加されたアイテム引きましたね。あ、スタミナ回復ドリンクだったっけ、名前なんだっけ名前があれですけど、うわー、マジか、今回微妙だったなー。今回微妙だったわ。取得順にして、星52体ということは2点。うわ、これ微妙だわ。はい、という感じが今回の超重心祭初夢ガチャ30連の結果でした。いやー、渋いなー。やっぱみんな引いてんのかなー。できればね、結果をコメントで教えてください。というわけで、今年も1年よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ！こんな感じやで。ご視聴いただき、ありがとうございます。
まだチャンネル登録をしていない人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして隣にいるコータチャンネル、コーちゃんのチャンネルも動画説明欄にありますので、そちらからチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。